何飲もっかな。ん？コンペで残業？偉いな。ほら、これやるよ。ありがとう。そんなん適当に済ませりゃいいんじゃねえの。俺はもう帰るぜ。お先、お疲れ。適当、ダメ。課長の高みのため。おはようございます。どうしたんですか皆さん。それはこっちのセリフです。コンペの締め切りも近いですし、無理してるのでは。全然余裕ですよ。とは言ったものの、内心完全に潰れてる。初めて仕事で他人と競い合うプレッシャー、主任を守らなければならないという責任、その重圧で短期療養したいくらいだけど、そんなこと先輩に言えない。ほらバッチリですよ。仕事仕事。篠崎さん。お先輩特製ひとの字です。どうぞ召し上がってください。お、な、なんで。新人コンペ完璧にこなそうと考えてませんか。失敗を怖がらないでください。うまくいかなくてもいいんです。むしろそのための新人コンペですから、当たって砕けていきましょう。砕ける前提なんですか。ありがとうございます。はい、素晴らしい。コンセプトやターゲット、どれも明確で分かりやすい。ありがとうございます。あとはこの辺りに完成イメージ図があれば、より相手に訴えるものになるはずだ。イメージ図。ああ、簡単なイラストでもいいぞ。もう一頑張りだ。大丈夫、クルスならできる。先輩のおかげで落ち着いてきた。よし、頑張るぞ。あ、すいません。あの、先輩。第一開発課にクルスって女の子がいるんですけど。はい、知ってますよ。俺と同じように新人コンペに挑んでいて、きっと同じようにプレッシャーを感じていると思うんです。もし見かけたら気にかけていただけると嬉しいんですが。すみません、先輩に頼むことじゃないんですが、俺じゃ警戒されてしまうだろうし、というかそもそも余計なお世話かもしれないんですが。わかりました、少し気に留めておきますね。助かります。